はい、こんにちは、ゆうとです。しずです。今日は親子でやるトレーニング第2弾。やればやるほど運動が上手になる、体の使い方が上手になる内容になってきます。もちろん大人でもお友達同士でも大丈夫。一生懸命一緒に頑張っていきましょう。まず最初にスタッと見せになってください。軽く足は腰幅に開いて、膝と股関節を曲げて、目線をまっすぐ遠くを見るようにしてあげましょう。ペアの人はこれを引っ張ったり押したりしてあげる。この状態で30秒間耐えてください。足が浮かないように頑張って踏ん張って、体がふらつかないように注意していきましょう。よし、じゃあ早速30秒間やっていきましょう。3、2、1、Workout。 横に後ろに前に、そうそう、耐える耐える耐える。押す方は肩、お尻、膝とかいろんなところ、いろんな方向から押してあげてください。いろんな方向に引っ張って押して、グッとグッとグッと、耐える耐える耐える、あと10秒あと10秒あと10秒、耐える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 、上からも押してあげて、いい感じ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 。3、2、1。はい、OK。タイマー completed。はい、じゃあ次2種目目、トイレットペーパーを使ってペッパーやっていきます。常に30秒間ケンケンして、このトイレットペーパーをキャッチ。キャッチ、そう。キャッチ。これをじゃあ30秒間やっていきましょう。投げて思いっきり意地悪してください。よし、いきます。3、2、1、Workout。 上にもいろんなところにこうやって振って、そうそうそう、30秒間ケンケンしていけばいいよ。30秒間ケンケンしてるだけでいいよ。いい感じいい感じいい感じ、そう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 、こっちにも、はい、低いところ、そう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 、あと10秒。結構お尻きつくなってくるよね。慣れたらで片手でやってみるとレベルアップになったりします。そう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 、いいじゃん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 。3、2、1、OK。 タイマー completed。 じゃあ反対行きましょう。3秒前、3、2、1。 じゃあケンケンして、 Workout。 ケンケンしたまま、ケンケンしたまま、片手で取るとレベルアップ。そう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 、いい感じ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 。はい、こことかね、そうそう、ケン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 、いい感じ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 。はいはい、そうそうそう、はいはい。あー、ごめん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 、そういうのありかもね、このコロコロしたりとか。そう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 、ゆっすぎ続けて、あと3秒、3、2、1、 OK。 次じゃあ3種目目、プランクの姿勢になりましょう。そこの姿勢、肩の下に肘が来るようにして、で足はじゃあ腰幅に開いてあげる。足は腰幅に開いてあげる。この時は注意点、腰を反らないようにお腹丸める。そう、そしてこの体を一直線上にしてあげてください。じゃあルールです。じゃあまず最初、右手浮かせて、ずっと僕の手触るように追っかけて追っかけて追っかけて、そう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 、こうやってるだけ、遠くに遠くに伸ばして足首、そうそうそう。じゃあこれ30秒間、15秒になったら手を入れ替えてやっていきましょう。3、2、1、いきます。スタート。ワークアウト。遠くにずっと伸ばして、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、こっちもこっちもこっちも、そう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 、3、2、1。はい、手入れ替えて、そうそうそう、しっかり足首伸ばして、体ぐーっと、そうそうそう、いいじゃん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 。あと5秒、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 あと5秒。どっち、どっち、どっち、3、2、1。 OK、 タイマー completed。 OK 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 OK。 じゃあ4種目目、後ろ向きになって、足だいたい腰幅に開いてください。ペアは右って言ったら、はい、右側に、左って言ったら、反応してこのトイレットペーパーを蹴って、下って言ったら手伸ばして、そう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 、はい、上グリッて、そうそう、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。こんな感じ、ルール、足が地面から離れないように注意して、これもじゃあ30秒間やっていきましょう。3、2、1、Workout。 スタート。グーッと下、はい、下グーッと伸ばす、そう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 、はい、上、いいじゃんいいじゃん、左、右、上、そう、戻ってから戻す、右、間違えた左、そう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 、はい、左、体も一緒、目も必ず一緒に目見る、はい、右、そうそうそう、目も目も、はい、下、3、2、1。 そうそう、手だけでいかない、上、1、グーッと顔、タイマー completed。 ラスト、左、
はい、オッケー、素晴らしい。面白いね。はい、お疲れ様です。結構楽しくね、体を大きく動かせたと思います。ただ筋肉を鍛えるのではなく、して目的に応じて体を動かして、その結果として体が強くなっていく、しなやかで機能的な体になってきます。楽しかったですか？楽しかったです。はい、じゃあまた次回も楽しみにしててください。ありがとうございました。バイバイ。